はい、大日王子城さんの昭和サイズが 13.5cm です。お願いします。はい、昭和三家です。まあ、この昭和の、まあ、いいところはやっぱりあの、東西でも大きい声でもあの頭の方に墨が、墨模様がつくのがなかなか珍しいので、この頭のこの模様に周りにあの墨で囲うように墨が決まっているので、とてもユニークなので、品評会でも目を引くと思います。そして、後半の方の背中の方のあのこの基板に裂けた墨も、非常にインパクトがあると思います。はい、それではこの方もお願いします。はい、本当に何と言ってもこの頭の墨模様が、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、なかなかこうユニークな墨模様は出ません。はい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 、こちらも時期にしては非常に墨がよく出ている昭和ですね。はいはい、いかがでしょうか。サイズが 13.5cm です。ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。